はい、どうもこんにちは、さささです。今回もヘイロー3やっていきたいと思います。前回ですね、アークのバリアフィールドを解除するというところまで行って、ハイチャリティが落っこちてきたところからところまで進みましたけれども、前回の動画で区切るといったところから少し偵察を し始めたところで、エレベーターを起動したらチェックポイントを通過してしまったので、今回はそちらから始まりますので、微妙にちょっとつながらない可能性があります。その辺ちょっと申し訳ありません、ご容赦ください。どのあたりでチェックポイント来るかが全く予想ができなかったので、このような形になってしまいました。いやー、コブナントの艦隊、艦隊って言わないか、船が一隻フラットに汚染されて落っこちてきたかと思ったら、今度はハイチャリティごと落ちてくるっていう、まあ、いろいろやってくれますねフラットもタイミングよくなのかタイミング悪くなのか。非常に今不安なのがあれですね、武器ですね。ハンドガンとプラズマガンの両手持ち状態なんですが、果たしてこれでどこまでいけるのでしょうかというふうに思っているところです。さあやっていきましょう。エレベーターのところからかな、多分降りてる途中から始まると思います。あれ始まりませんね。あ、始まった。そう、ここに来ちゃったんですよね。上から降りてきたところです。あれ、お、止まった、びっくりした。え、で鳴き声がする。あ、プラズマガンじゃない、プラズマライフルだ。ライフルなだけマシだな。ちょっとハンドガンはちょっといちいち押さないと連射が効かないので、ちょっと個人的にはライフルで行きたいと思います。脱出ですね多分。うわ、なんか来たよ、来てるよ。ちょっと無謀すぎるでしょ。あ、出た、キャリア。うわー、ちっこいの。あ、そっか、ちっこいので復活するんだこいつら、忘れてた。あそこにもいる。あれ、後ろ、しまった。あとはちょっと残弾数が分かりづらいですね。27、こうしとこうかな。あー、エナジーソードとか落ちてるじゃないですかこれは持っときましょうよ。おう、あれ、ちょっとタイミングが合わんかった。よし、あった。あ、違う、また間違えた。う、小物が。さてどうすればいいのかな。あそこに味方の船がいるので、急いでください、衝突現場を確認しなくては。アークの被害を検証するんです。あ、アークの被害までだぞ。アーク、それ以上は危険すぎるから。え、ちょっと待って、これで終わり。あっち、え、わかんねえ。どうすりゃいいんだ。あ、
終わりではないね。いてて、違う、間違えた。エリートたちは計画を離脱したわけですね。フラットが危険すぎると、おお、飛び出してくんのやめてくれ。旅の終わり、マジっすか。なんか急に雪景色になっちゃったけど、わっ、いるのがみんなフラットになっちゃってるよ。痛い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 、真後ろから撃たれてるよ。わ、俺まだ確認してません。ちょっと待って、あ、ブルートかこいつら。痛い痛い痛い、頑張ってくれ。ちょっと待って、どこに行ったらいいのかわからないまま突き進んでるけど大丈夫なのか。ちょっとこれは落ちるんでないか。危ねえ、前にレイスがいる。ロケラン、ナイス、頑張れ頑張れ。うわ、落ちるなあ、全速力で走りすぎたな。ここは狭いか。そっか、敵も総出で来るというわけですね。ちょっと待って、道を確認しながら行かないとちょっと危ないんでないか、ここは。こっちか。ほら、奇獣の方、奇獣の方。乗って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 、やばいやばい、あー、ゆっくり進んだらまたそれはそれで集中砲火か。どうすりゃいいんだ。ここは突破していこう。あとはここ抜けていきましょう。この辺どっかで落ちたんだよな。レイスはちょきてちょって、ここで落ちたんだよー、アホーこの高さは死ぬ高さじゃないでしょ、チーフ。なんとソードインの話を聞けばいいんだよー。やばいやばい、マスターチーフの屍があちこちに。これあのなんだっけ、前々回かなのコメでコメントをいただいて、あのホーネットってヘリコプターからバンシーに飛び乗ることができるということを伺ったんですが、僕の腕じゃチーフの屍がチーフの血で海が汚れちゃいますよっていうふうなことを言って、お、ホーネット言ったんですが、その時エヴァですねっていう話を僕がした覚えがありますね。なんだっけ、あれ、あ、ホーネット操縦できるんだよね。え、これでどこ行けいいんだ。うーわー、うっそー、やべえ、なんかクライマックスだな本当に。そうだ、足破壊だ先。あとは砲台か。どこを撃てばいいんだ、赤いところ。
なにまたスカラベ中入んなきゃいけないの。あ、なんか後ろから撃たれてる。ちょっと待った、そんないろいろ撃ちすぎて、うおお、ちょ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 、そして味方の追撃、追撃というか突進というか、やべ、入り乱れすぎててどっちが味方だか分かんねえぞ。おいバンシー、あ、味方撃っちゃったよ。痛い痛い痛い、よし、よしよしよし、え、あとどこ撃ちゃいいんだ、あれ復活した、もしかして。何、早くや倒さないと復活する系ですか、もしかして。動いた、痛い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 、やべ、もう一方のスカラベから撃たれてる。あぶねえ、よいしょ、これで破壊と、逃げろ、あぶねえ、あのホーネットに乗りたいんだけれども近づいたら絶対ダメージ受ける。うおー、やべ、スカラホーネット壊した。で俺を見てこっち、みんな、うわ、横槍入れられた、そんなのありっすか、え